はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日も実技教習を受けたいと思います。頑張ってください。私が教官の天野雄一です。よろしく。年齢が24歳の血液型 A 型の天野雄一先生ですね。おはようございます。おはようございます。教習を始めますよと言ってる。シートベルトは忘れないでください。朝ですかね。それじゃあ発進してください。合図を出してください。左右の安全を確認してください。そのまままっすぐ走行してください。まあ、マニュアルなんでスピードの出しすぎはあんまりそんなに気にしなくていいんで、ハンドルをゆっくり左に回してください。まあちょっと気持ち的に楽です。ハンドルをゆっくり左に回してください。次の角を左折してください。左折。目視して巻き込みをチェックしてください。ギアチェンジをちょっと間違えちゃうんですね。次の角を右折してください。右に寄せてください。ゆっくり減速してください。で、OK。そのまままっすぐ走行してください。ハンドルをゆっくり右に回してください。ギアを上げるときが R1 で、ギアを下げ、ギアを1速から2速とか上げるときっていうんですかね。ゆっくり減速してください。右折して。次の角を右折してください。次の角。左右の安全を確認してください。で、誰も来てない。そのまままっすぐ走行してください。一速から2フトに、セカンドに上げるときは R1 で、ギアを下げる、二速から一速に下げるときがなんか R2 を使うみたい。ハンドブレーキを引いてください。お疲れ様でした。素晴らしい運転でしたよ。合格。お、100点ですね。まあここまでは簡単なんで、徐々に難しくなってきます。パーフェクト合格じゃないですか。といったところで、ありがとうございました。